スノーマン宮立涼太、バラエティ無双の地位を確立した、ラビット、衝撃の助走シーン。独特な雰囲気を醸し出し、朝の情報バラエティ番組、ラビット。TBS 系で存在感を発揮している宮立涼太。今回は、そんな宮立ワールドからクイズを作ってみた。ファンなら全部わかるはず。答えは2ページ目。モンワン。 3月19日放送のラジオ番組土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ TBS ラジオで今すごいバラエティーに出てるじゃないですかその時に相談する先輩はいるのと問われた時宮舘は誰だと答えたモンツー4月1日放送の元の酒のつまみになる話フジテレビ系で宮立はトラウマになったというエピソードとして ジャニーズ事務所から、ある重大なことの結果について、言われていないままデビューしました、と告白。何について言われていなかったモンスリー。7月26日放送のラビット。TBSK で、火曜メンバーの夏休みにやりたいこととして、ビビる大木が名作アニメ。 タッチのオープニングを再現したいと提案。宮舘が生放送で噴したアニメキャラは何モンワンの答えは、A, B, C, Z, 河合ふみと。宮舘は、亀梨し、和也や、くんの KC、亀梨しクラブって回があるんですけど、河合くんもいますそこで話を聞かせてもらってます。と明かし、ナイツ土屋のブユは土屋は、あ、やっぱり、と納得していた。 モンツーの答えは、オーディション。松本人氏は、じゃあ、今も別に合格で、いいと驚き、千鳥大吾が、明日不合格、って言われる可能性があるんだ、と聞くと、宮立は、そしたら実家に帰らないといけないかもしれない、と苦笑いしていた。モンスリーの答えは、ヒロイン南ちゃん、兄達也を大木、弟和也を相席スタート山添間が噴し、 宮舘はセーラー服姿に聖子ちゃんカット風カツラをかぶって南に噴して登場。たくましい腕で身体をはし、スタジオは爆笑に包まれた。音楽バラエティ番組ザ・少年クラブ NHKBS プレミアムでラウールに経験を積んでバラエティセンスが爆発的に成長していると称賛された宮舘。 ラビットを通して一般視聴者に認知され、独特な貴族キャラが浸透しつつあるようだ。売りにしているロイヤルキャラとボケのギャップにやられる人が増加中。スノーマンの人気を拡大する原動力となっている。